両チームのスターティングメンバーです。まずはホームの清水エスパルスです。ゴールキーパーはゴッナ、ディフェンスライン右から岸本、高橋、鈴木、山原、中盤ダブルボランチに白崎とホナウド、右に北川、左に西澤、前線ツートップチアゴ・サンタナとディサロ・アキラ・シルバーノです。前節と同じスターティングメンバーです。で群馬のスターティングメンバーです。ゴールキーパーはキシビキ、ディフェンスライン右から岡本、酒井、畑尾、中塩、中盤ダブルボランチに風間と天笠、右に佐藤、左に川上、エドージョン・チエ、前線には長倉と竹が入ります。こちらは前節から先発2人を入れ替えてきています。風間と川上が今シーズン初先発です。中塩から竹を走らせる、竹に渡る、自ら狙ってきた。山原へ、そしてディサロ前にを向いて縦パス、チアゴ・サンタナ狙った。ディサロから最後はチアゴ・サンタナ、右サイドからのクロスボールがありました。デレーションキックの精度非常に高いので、ここもチャンスですね。さあどんなイメージで来るか。佐藤のボール、ファーサイド折り返した、入ったか。最後合わせたのはこの畑尾です。群馬先制、セットプレーから畑尾が仕留めました。これ狙ってた形じゃないでしょうかね。フリーでしたね。はい、ニアに何人かの選手が中央からニアニアしてて、畑尾選手がニアに入るふりをして外側に開いてファーサイド入ってたんですよね。でそこに佐藤選手がボールを蹴ると、おそらく練習してきた形だと思うので、非常に見事なゴールでしたね。よくボール運びましたね。この竹のボールは繋がりません。さあ清水はチャンスになるか。北側からチアゴ・サンタナ、外側オーバーラップ、山原レオン左足こぼれてディサロが押し込んだ。1対1同点、ディサロ・アキラ・シルバーノが決めて1対1同点、今シーズン2点目。奪ってからのチャンスを逃しませんでした。そしてこのゴールパフォーマンス、レレマスク先制ゴールは今ボールを持っている群馬の畑尾でした。ただすぐさま追いついた清水、左サイド川上、長倉が呼んで、この推進力、突破力がある長倉、左足折り返して詰めていった。最後決めたのは佐藤です。再び勝ち越し、前に出た群馬、流れるような崩し展開でした。いや、最終ラインのビルドアップから最後のところまで行きましたよね。非常に見事でしたね。この長倉ですね。そうですね、川上選手パス入れたところも良かったですけども、長倉選手の個人技でここかわしていきましたよね。で最後よく見えてましたよね。さあここでディサロに入って山原ミドル、しびきに当たったでしょうか。コーナーキックになります。惜しかったですね。このボールまず良かったですよね。でこれ群馬の守備を中央に寄せておいて、少しスペースができたところ、こうシュートコースあったので思い切って打ってきましたね。再三右サイド高い位置で受けていた岸本からクロスボール、北川からサンタラ、北川のクロスに最後合わせたチアゴ・サンタナ。佐藤、今日群馬の2点目、佐藤のクロス、逆サイド長倉折り返した、決まった、群馬追加点。佐藤から長倉、群馬に3点目。いいところにボールが入りました。質の高さを見せつけるようなキックとシュートでしたよね。ここは非常に質高いですよね。佐藤選手のこのクロスのところ、マークもついてるんですけれども、その裏のところ、長倉選手もよく入ってきましたし、前半からこのような支配率のデータは続いています。ボールをこのように回して保持していく中でミドルだ、こぼれ球カルリニョス、
最後カルリーニョスが詰めていきました。群馬の左サイドは山中、マークにつくのは中山、山中のクロス、逆サイド岡本のシュートだ、権田防ぎました。群馬いい攻撃でしたけどもね、よく防ぎましたね権田選手、まあ、ここ山中選手が粘って突破しましたよね。でこういう 岡本選手もボールを下に叩きつけて、まあ、清水としてはどこから中央にボールを入れていくかというところですよね、まあ、できるだけ高い位置から入れたいところですね。こういうところですね。カルリニョスが運んでクロスボール、コロリだ、しびきのセーブ、決定的でしたね。最後はこのベンジャミン・コロリのヘディングシュート、ここよく深い位置にまで入っていってクロスも上げましたよね。いいボールでした。7年前 J2 の舞台で対戦した両チーム、その時は2戦2勝が清水、8対0、4対0というスコアでした。ただ7年ぶりの対戦、勝ち点3を掴んだのはアウェーザスパ草津群馬。倒れ込む群馬の選手たち、ブーイングはホームの清水サポーター。